はい、どうも、近江飛龍です。さあ、本日は12月の21日、ただいま家を出たところなんですけれども、明日は四日市、三重県ですね。三重県四日市悠々会館で、出演中の劇団松丸屋、こちらの方にゲスト出演、ゲストに出るためにただいま車を走らせてます。まだね、出たばっかりなんで、あと2時間半ぐらいかかると思うんですけれども、まあ、今回はお土産もありますからね、帰りがけ皆さんのために、視聴者のためにお土産を買って帰りますから、楽しみにしておいてくださいね。何がいいかな。で、三重県のお土産って何があるの。ハマグリ。大阪から三重県に行くには山越えしなければならないんですよ、名阪国道。下手すりゃ雪が降る時がある。スタッドレス履いてないので、まあ今のところ、天気もいいし、お昼なんで雪は降ってることはないので、今のうちに山越えをしたいと思いますが、怖いのが明日よ。明日お昼の部しかないんやけども、公演がお昼の部が終わって大阪に帰ってくるときに、もう日が暮れてくるやん。日が暮れてきたら、もしかしたら凍結する可能性もあるから、もしものことを考えて車中泊ができるように対策はしてきてます。まあ、とにかく四日市行きましょう。四日市へレッツゴー。よっ、四日市到着。四日市に到着したんですけれども、まだ朝日劇場が終わってまだ間がないんですよね。まだ家も事務所も全く片付いていない状態でこっちに来ているので、今もう事務所のいろんなもここに持ってきて今仕事してます。また出張事務所、今19時夜の、やっと今全部終わったところです。2時間ぐらいかかったかな、作業を終えるまでこっちに来て。じゃあちょっと飯食いに行きます。もう今日はご飯食べに行きます。やっとご飯、忙しいってことはいいことだよ、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。皆様方の期待に、報いるべく頑張ります。はい、乾杯。四日市から乾杯。ゲストをお楽しみに。四日市某所に来てます。というのも、今この店、今は湯守座になっておりますけども、もともとユラックスの時の支配人、元支配人がやっているバー、ダブルファンタジーです。もうほんまに突撃なんで、行きましょう行きましょう。どんな顔するやろか、どうやろ。ちょっと失礼します。ごめんなさい、失礼します。支配人マスターいます。あ、おった。マジかよ。おった。どなたさんやったかな。は撮ってんの。撮ってる撮ってる。びっくり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 。この2年コロナで本当に皆様ご心配いただいて、なんとか存在しております。はい、ありがとうございます。僕来年10年でございます。すごい、おめでとうございます。僕ちゃんと Facebook のライブ見てますからね。くるりんぱバイなら月。さあ、悠々会館に到着しました。あのね、こんだけね四日市に来てるんですけど、悠々会館に来るの僕初めてなんですよ。はい、
で楽屋の入り口も分からなかったんで、今荷物を下ろして、全く分かりませんみたいな感じで今来ました。いや、よかったよかった。もう今回雪を心配したんですよね。全然暖かい。今外の気温も13度、雪が降るわけもないね。じゃあ行ってみようぜ。行くぜ。初めての悠々会館。今ね、終わりました。もう化粧落としてたんですけど、実は子供の蛇のショーがあるっていうので突撃してみたいと思います。デンデンデデンデンデンデ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 ンデンデンデン。どうやってやるの？中に入ってこいで。はい。どうやってあげるの？上、二段上げて。ここ。うん。はい。うん。やって。そうそうそう、基本は合ってるな。よう見てるやん、よう見てるやん。今のおてりやんちゃん出てくる時のやつ。帰ってきました。弾丸ツアー、ツアーじゃないのこれな。弾丸でゲスト行って帰ってきたんですけど、今回ほんなんかねすごい疲れた。まあ年齢のこともあるんやろうけどね、なんかこう帰ってきてというか、途中でね帰りがけの運転大名字に変わってもらったのよ。もう体持たんと思って、もう開けたくてもまぶたが閉じていくのよ。おっかさんってまぶたがもう閉じていくのよ。で甘いものをいっぱい食べて、糖質ゼロのチョコレートとかグミとかそういうのでごまかしてたんやけど、どうしても無理って言って途中のサービスエリアで買ってもらって、で気付いたら家でした。はい。というわけで今回はね、四日市の悠々会館、私初めての舞台だったんですけれども、いやーずっとね応援してくれるファンの皆様、そしてねちょっと懐かしいファンの顔も見れました。また私のことを全然知らない方も一緒になって応援してくれました。ありがとうございます。暖かい一日でした。乾杯。うん。あ、そう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 。今回はお土産企画があるから。じゃじゃんと。5名様にですね、三重県、四日市と関係ないんですけど、松阪牛の肉味噌を5名の方にプレゼントいたします。詳しい内容は、下の概要欄の方からご応募ください。5名様、発送を持って
当選は返させていただきます。どんどんご応募くださいというわけでございまして、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いしますね。そして、グッドボタンお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、17ライブもフォローお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。じゃあね。